アーサー・ブラウンは華やかで大行なパフォーマンスと力強く幅広いオペラボイスで知られるイギリスのロックシンガーソングライター。そのボーカルスタイルと狂気じみたステージ上のペルソナとコンセプトで幅広いミュージシャンに大きな影響を与えてきた。彼はショックロックとプログレッシブロックのパイオニアであると考えられておりヘビメタル音楽にも影響を与えている。ブラウンは 様々なグループのリードシンガーで、最も注目すべき、クレイジー・ワールド・オブ、アーサー・ブラウンとキングダム・カム、そして、ホーク・ウィンド、ザ・フー、ジミ・ヘンドリックス、クラウス・シュルテェ、そしてフランク・ザッパとの関係が続いている。彼は1968年のシングル、ファイアで、最もよく知られており、イギリスのシングルチャートとカナダで1位、ベイビル・ボード100で2位に達した、親アルバム、 クレイジー・ワールド・オブ・アーサー・ブラウンは A チャート2位、B チャート7位。キング・ダム・カムのアルバム、ジャーニーは振り返ってみるとドラムマシンを使用した最初のロックレコードの一つとして最もよく知られていたが1973年にはまだ全く目新しかった。シングル、ファイアの成功の後、マスコミは曲の冒頭で叫んだ一節を参照して、 ブラウンをしばしばザゴット・オブ・ヘルファイアと呼んでいる。ブラウンは両親がゲストハウスを経営していたウィットビーで生まれた。ヨークシャー州リーズのラウンドヘグラマースクールに通った。あと、ロンドン大学とレディング大学に通って哲学と法学を学んだが代わりに音楽に興味を持ち、レディングにいる間に彼の最初のバンド、ブルーズブラウンを結成。ロンドンで 数々のバンドを続けた後、ブラウンはその後1966年にパリに移り、そこで彼は演劇のスキルに取り組んだ。この期間中、彼はエミール・ゾラの小説ラキュリーのロジャー・バディム映画のために2曲をレコーディングした。1966年から1967年にかけてロンドンに戻った。彼はロンドンを拠点とする R&B、ソウル、 スカグループラマンサウンドの一時的なメンバーであり、間もなく大ヒットのソウルグループザ・ファウンデーションズとなる。ウィキペディアのクレイジー・ワールド・オブ・アーサー・ブラウンも参照のことファウンデーションズがパイレコーズと契約を結ぶまでに、ブラウンはグループを離れて、自身のバンド、クレイジー・ワールド・オブ・アーサー・ブラウンを結成した。バンドは、ビンセント・クレイン、ドレイ・チェン・シーカーとニコラス・グリーン・ウッドという、 構成だった。ブラウンは、1967年の、ウィンザーフェスティバルでの初登場時に、メタノールに浸した、頭蓋骨を被っていた時のように、燃える、金属製のヘルメットの使用を含む異例の公演で、すぐに評判を得まる。偶然に彼の頭の上に注がれた燃料は発火した。傍観者は、ブラウンの頭にビールを注ぐことで炎を消し、重傷を防いだ。燃えるような頭は、 アーサー・ブラウンの象徴となった。時には1970年7月にイタリアのシチリアで開催されたパレルモ・ポップ70フェスティバルでも演奏中に全裸になり、そこで逮捕され、国外追放された。彼は、また彼がステージ上でしていた極端なメイクアップで注目された。それは後にアリス・クーパーやキスのステージに反映されることになる。彼は、 また強力なオペラ上バリトン性と高いピッチのスクリームで有名だった。1968年までにデビューアルバムクレイジーワールド・オブ・アーサー・ブラウンは大西洋の両側でヒットとなった。ザ・フーのマネージャーであるキッド・ランバートによってプロデュースされ、ピート・タウンゼントによってトラックレコードで エグゼクティブプロデュースされたランバートとクリス・スタンプによって始められたレーベルは同様に驚くべきヒットシングルファイアをスピンオフし同様に奇妙なショーマンであるスクリーミン J. ホーキンスによるアイプットエースペルオンユーのバージョンを含んでいたファイアは100万部以上を売り上げそしてゴールドディスクを授与されたそれ以来その曲のオープニングの一節私は ヘルファイアの神だが、他の多くの場所、特にプロディジーの1992年の絶賛の歌、ファイアでサンプリングされているのを目にした。1960年代後半、アーサー・ブラウンの人気が高まったことで、グループは、ザ・フー、ジミ・ヘンドリックス、マザー・オブ・インプリメンテーション、ドアーズ、スモール・フェイセス、ジョー・コッカーなどと請求書を共有した。1968年に、 ドラマーのシーカーが彼の飛行恐怖症のため、1969年に、バンドの第2回目のアメリカツアーのために、後のアトミックルースターとエマーソン・レイク・アンド、パーマーのカール・パーマーと交代、キーボード奏者のヴィンセント・クレインも去り、クレインはすぐに復帰するが、クレインとパーマーは、結局1969年6月に、アトミックルースターを形成するために去り、クレイジー・ワールド・オブ、 アーサー・ブラウンの終わりを綴った。バンドは2000年にブラウンを中心に再結成している。ウィキペディアのキングダム・カムも参照のことブラウンはファイアほど商業的に成功したレコーディングを発表することはなかったが、1970年初頭に彼の新しいバンドキングダム・カムと共に3枚のアルバムをリリースする前、彼はストランジランズ、パドルタウン・エクスプレス、そして キャプテン・ビーフ・ハートの影響を受けたラスティック・ヒンジと呼ばれるプロジェクトで様々なミュージシャンのグループと仕事をした。三つのキングダム・カムのアルバムはそれぞれ独特の個性を持っている。一つ目は動物園に住み、宇宙的、宗教的、そして商業的な力によって支配されているという非常に複雑なコンセプトアルバム。二つ目は四年前に ブラウンがクレイジーワールドオブアーサー・ブラウンによるセカンドアルバムの主題になるだろうと宣言していた水のテーマに関するもの。それは音楽的に最初のものより慣れ親しんでいてとても軽くにもかかわらず元より奇妙だった。ウェールズのロックフィールドスタジオでレコーディングされた3枚目のアルバムジャーニーはスペースロックのアルバムでブラウンが初期のドラムマシンを演奏し それによって一連のドラマーを置き換えた。バンドはまた1972年9月25日のジョン・ピール BBC ラジオ一章のためのライブピールセッションで3曲を録音した。オールミュージックのリッチー・ウンターバーガーはこのアルバムは振り返ってみるとドラムマシンを使用した最初のロックレコードの一つとして最もよく知られており、1973年にはまだ全く。 目新しかったと述べた。ブラウンは思い出したアルバム全体はドラムマシーンをベースにしているので、このテクノロジーを使って探求したいアイデアがたくさんありました。彼らが使用したドラムマシンはイギリスの FR-1 のベントレイリズムエースだった。3枚のアルバムすべてのための舞台演技は時事物議をかしていた特殊効果、劇的な衣装と カラフルな演劇のワイルドミックスを特色にした。ブラウンは、キングダムカムが設立された時、マルチメディア体験を作り出すことが意図であり、バンドは常にその方針に従っていると宣言した。コンセプト、音楽そして演劇は、大学サーキットで非常に人気があったが、主流のオーディエンスにとってあまりにも邪魔にならないことが証明された。このバンドは、 イギリスのサマセットで開催された1971年のグラストンベリーフェスティバルに出演し映画館で上映されていたグラストンベリーフェア映画に登場した。後年、ブラウンはいくつかのソロアルバムをリリースした。1975年に彼はザ・フーのロックオペラ映画トミーにザ・プリストとして登場した。その年の後半、彼はアラン・パーソンズ・プロジェクトによるポーベースの コンセプトアルバム Tales of m テ s t e r y and Imagination のザテル・テール・ハートのボーカルを寄稿した。1979年と1980年に彼はドイツのエレクトロニックミュージシャンクラウス・シュルツとコラボレーションしアルバムデューン、ライブ、そしてタイムアクターで聴くことができる。1980年代、ブラウンは妻の出身地であるテキサス州オースティンに引っ越し、 カウンセリングの修士号を取得。1987年1月17日に、ブラウンはテレビ番組ソリッドゴールドのフラッシュバックセグメントでファイアを講演した。元マザーズ・オブ・インベンションのドラマー、ジミー・カール・ブラックと一緒に何年もの間画家や大工にもなり、彼と一緒にアルバムを発表したブラウン、ブラックブルー。1992年、 ブラウンとその相棒のカウンセラー、ジム・マックスウェルがヒーリング・ソングズ・セラピーを設立。このサービスはブラウンで最高潮に達し、各クライアントのために感情的な問題についての歌を作った。ブラウンは1996年にイギリスに戻った。1997年、彼はドイツのバンドダイ・クルップスと共にファイアをレコーディングし、 1998年には、ウィリアム・ブレイクの三つの詩の一部を読んで、ブルース・ディッキンソンのザ・ケミカル・ウェディング・アルバムで、口頭でのパフォーマンスを提供し、キリング・フロアのディッキンソンのミュージックビデオに、サタンとして登場。彼は、アビー・ロード・スタジオで彼らのアルバム SF ソローを、プリティ・シングスのライブパフォーマンスで語った。彼はまた、1999年に何度か、クーラ・シェイカーのトラック、 ミスティカルマシンガンに参加して、テレビに出演。彼がアコースティックバンドを結成し、1999年にティムローズとツアーに行った時、音楽の方向性のさらなる変化が起こる。その後、このバンドは、スタン・アドラーとマルコム・モルティマを加え、アルバム、タントリック・ラバーをプロデュースした。しかし、そのラインナップは続かず、ブラウンはギタリストのリック・パテント、 マルチインストゥルメンタリスト、ニック・ピンと共に、新しいバンドをまとめた。2002年に、ブラウンは、彼のドリームランドツアーで、ロバート・プラントを支援するよう頼まれた。今では、パテンはギタリスト、クリス・ブライアントに置き換えられた。ブラウンは今、もう少しメディアの露出を得ていた。彼のバンドは、ジャイアント・ポケット・オーケストラ、およびインスタント・フライトとも呼ばれてた。 その真ん中で2003年にブラウンはヤン・フィリップスとビッグ・カントリーのマークブル・チェジ・キートのアルバムであるヴァンパイア・スイートをイアング・ラントのトラックレコーズからリリースした。またこの頃ブラウンのバックカタログはサンクチュアリレコーズによって再リリースされた。ブラウンは2005年にキングダム・カムのアルバム銀河動物園白書からのアンサンブルでキングダム・カムの生き残ったメンバーを ロンドンのアストリアでの一回限りのコンサートで再開させた。彼の賞は、ブラウンがロンドンのカフェドパリで開催されたクラシックロックロール・オブ・オーナー賞授賞式で賞を受賞したブラウンと共にクラシックロック氏からショーマン・オブ・ザ・イヤー賞を受賞した。2007年、ブラウンとピンはコート・バスクのレコードレーベルからボイス・オブ・ラブをリリースし、オリジナルのレコーディングを多数収録した。 2007年8月、イングランド、イーストサセックス州のルイスでのコンサートの間、ブラウンは再び自分の髪に火をつけた。炎を消そうとしている間に、バンドのメンバーであるフィルローズも火事を起こした。火が消えた後もブラウンは続けた。しかし彼は数個の髪の毛を失った。彼は、ザ・ダークネスの曲、Is It Just Me? のビデオに主催として登場した。2009年、 ブラウンのバックカタログのロールアウトサイリリースがチェリーレッドレコーズの古会社レモンレコーディングスによって開始され、2010年から姉妹レーベルエソテリックレコーディングスで続けられた。2010年にブラウンはグレードのグラストンベリー祭でセットを演奏した。69歳の誕生日の前の2011年6月10日、彼はロンドンのクイーンエリザベスホールで開催された。 レイデービスメルトダウンフェスティバルで Z スターを招待してデュエットを行った。週間後、再びロンドンで彼はハイボルテージフェスティバルを演じた。ギグはハイボルテージでのクレイジーワールドオブアーサー・ブラウンのライブとして記録されリリースされた。2012年、ブラウンとリック・パテンはマット・ハワースによる同じタイトルの漫画と一緒にザ・マジック・ハットをリリース。 燃えるようなヘルメットによって促進される、好奇心あふれる、クロス次元の冒険。2013年、プレチジミュージックでの制約キャンペーンが成功した結果、ブラウンは、自身のルースで記録したコスモスを元にしたアルバムジム、ザムジムをリリースした。2017年7月2日、クレイジーワールド・オブ・アーサー・ブラウンが、ロイヤル・アルベルト・ホールのエルガールームで開催された。 2019年4月2日、ブラウンがカール・パーマーのエル・プレガシーにザ・ロイヤル・アフェア・ツアーのゲストボーカリストとして加わることが発表されました。ブラウンは商業的な成功は限られており、商業的に成功したファイアのような他のレコーディングを発表したことは一度もなかったが、彼はアリス・クーパー、デビット・ボーイ、ピーター・ガブリエル、マリリン・マンソン、ジョージ・クリントン、キス、 キングダイヤモンド、ジューダス・プリーストのログ・ハルフォード、アイアン・メイデンのブルース・ディッキンソンなどに大きな影響を与えてきた。そして彼の歌は、オジー・オズボーン、プロディジー、マリリン・マンソン、そして、ザ・フーを含む幅広いアーティストによってカバー、またはサンプリングされている。ブラウンの声、そして、特に彼の高いバンシーの叫び声は、後の多くのヘビメタルの歌手のバンジーの叫び声、 そして顔のメイク、特に彼の白黒のフェイスペイントのような演劇のコンセプトと舞台の存在の先駆けである。ブーー教の踊り、そして燃えるようなヘルメットはショックロックとプログレッシブロックになることであることの多くを開拓した。キングダムカムの3番目のアルバム、そして最後のアルバム、ジャーニーは特にタイムキャプティブストラックでドラムマシンをフィーチャーした。 最初のロックアルバムの一つであることで注目に値する。ブラウンは、ホークウィンドといくつかの関連を持っている。1973年、彼は、ロバート・カルバートのアルバム、キャプテン・ロッキードとスター・ファイターズの他の多数の、ホークウィンドメンバーと共に演奏者の一人だった。2001年と2002年に、ブラウンは、ホークウィンドのライブコンサートで何度か、ゲスト出演し、その後、 ゲストボーカリストとして彼らとツアーをした。2002年12月のツアーで、ホークウィンドは、ブラウンが、キャプテンロッキードとスターファイターズで歌った、ソング・オブ・ザ・グレムリンと一緒に、キングダム・カム時代のブラウンの曲をいくつか演奏した。これは、ホックインド DVD アウト・オブ・ザ・シャドウズに記録されている。ブラウンはまた、2005年にリリースされた、ホークウィンドのスタジオアルバム、 手を組め通与はリーダーの二つのトラックでボーカルを提供した。その一つは、ブラウンがロバート・カルバートとの会話を思い出す、ロバートへの手紙という言葉だった。ブラウンは、ホーク・ウィンドとの関係を続け、2009年にイギリスで開催された40周年記念ツアーで、彼らを支援するためのツアーを開催した。2018年、ブラウンは、ホーク・ウィンドの英国ツアーの最初の5日間の、 ゲストボーカリストだった。ありがとうございます。